それではね、こちら、先染めの、明朝キャンバスの、ね、紹介になります。でこの生地の特徴なんですけども、これ明朝素材の、ね、キャンバス生地になってます。で通常のキャンバスとの違いが、先染めといって縦糸と、ね、こう横糸、違う色の糸でこう組み合わせて、織り上げてるところが、ね、ちょっと通常のキャンバスと違うところなんですよね。で色目も、キャメルベージュと、ね、ナチュラルカラーの糸の組み合わせで、すごくね、こう無地染めとは違ったね、深みのあるカラーを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。でプラスですね、ちょっとよく見ていただくと、ちょっとね、朝ならではのね、こうスラブ感っていうかね、このナチュラル感も、同時にね、こう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、で次にね、厚みなんですけども、これキャンバス地になってますので、中肉厚よりもね、少しこう肉感が、ね、あるような厚みになっております。でおそらくですね、これ水通しするとね、非常にこう柔らかく、ね、変化していくんじゃないかなとは思います。はい、で作品なんですけども、まあ、おすすめはね、バッグとかね、あとこう少しね敷いたりとかしたね、そんな感じで使っていただければいいかなと思います。で一度ねちょっと水通ししていただいて、柔らかく、ね、なるのであれば、アウターとかね、ちょっとこうナチュラル素材 の洋服にもね使えるんじゃないかなと思います。はい、以上になります。作品の紹介をいたします。今回はバッグを作ってみました。こちらね、トートバッグでとてもね使いやすいサイズ感のものなんですけれども、無地のねざっくりとした生地でしたので、今回は配色で赤をね使ってみました。全部で、ね、持ち手も本革の、革ハンドル赤使ってみました。でね、裏地も合わせてやっぱり赤色ね使ってみました。でね、合わせて、ステッチも赤の糸で統一してみました。ね、無地一色も素敵なんですけれど、こうしてねもう一つの無地合わせて配色でね作っていただいてもアクセントになりますし、明るい雰囲気でね作れるんじゃないかなと思います。サイズもこう横長のねトートで、マチもついておりますので、A4 のねファイルなんかも入りますし、とてもね使いやすいサイズ感になっております。ね、ぜひねこうしたバッグなどポーチとか小物で、作っていただけたらなと思います。